グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。フェアウェイ右、ナイスショット。13番ホール、パー4、打ち上げ、アゲインストです。ちょっと泥がかりすぎて、左ラフ、カート道近くまで行ってしまいました。綺麗なドローがかかってフェアウェイ真ん中です。ナイスショット。13番セカンド地点に来ています。残り155ヤード、でも上りがあるので160は必要があると思います。有本カレン選手、アメリカ育ちです。ちょっと引っ掛け気味で、グリーン左ラフ、アゲンストの上りです。160ヤードが必要かと思いますが、少し噛みました。ショットか、乗った？バンカーじゃないか、バンカー、ちょっと短かった。竹内未来選手、一人だけかっ飛ばしております。残り115か、もう筋いってます。距離は、ナイスショット。志村選手、残り20ヤードです。ピン位置がグリーンから近い手前にあるので、あまりグリーンを使えません。しかしながらグリーンは受けている状況なので、また非常に 8.5 と遅いので寄せやすい状況になっています。どうか、ちょっとオーバーしてしまいました。ちょっと直接入ってしまいました。直接クラブに当たってしまいました。砂が薄かったようです。さあ、リモス選手、なんとか寄せたいところ。ちょっと大きかったようです。さあ、志村選手、しのげるか。ナイス、ナイスアップアンダウン。さあ、フックラインと呼んでるようです。これも下り 70%。 遅い、グリーンが遅い。さあ、有本選手、これがボギーパットとなってしまいました。なんとかボギーで収めて、曲がれ、曲がらない。ダボにしてしまいました。483ヤード14番パー5です。フォローになってます。狙い目は吹き流し。綺麗にちょっとコース沿いにフェードがかかってますが、ナイスショットでした。おお、飛んでる。ナイスショット。
これもナイスショット、フェアウェイと真ん中、ナイスショー。おー、追い風で飛んでる。右から攻めていきましたが大丈夫でしょうか、戻ってくるでしょうか。あ、フレンドリバウンドでフェアウェイ真ん中まで戻ってきました。3名とも14番パー5フェアウェイキープしております。張本可憐選手、ウッドを持ってます。さあフェアウェイキープして得意の3段目の距離を残すように打つことができるでしょうか。バンカーを越えてナイスショットです。竹内未来選手、上り220、グリーンが開くのを待っていました。2オンなるか。綺麗に当たって飛んでるがちょっと足りないか。志村選手もちょっと気が邪魔になりますが、フェードをかけて残り200ヤード乗せることができるか。ちょっとフェードがかかりすぎて右に行ってしまいましたが大丈夫でしょうか。大丈夫かな。すごい右 OB ですか。飛んでたら OB なんです。暫定、一応暫定球、暫定球します。右が少々心配なので暫定球になります。ん、これはまっすぐ綺麗に飛んでいます。グリーンに向かって綺麗に飛んでいます。もっとカレン選手、残り160ヤード。ちょっとショートか。志村選手、スライスがかかりすぎグリーン右のこんなところまで来てしまいました。木の間約2メートル、なおかつバンカー越えの打ち上げ枝があります。どのようなショットを見せてくれるか。あ、直接ピンを狙うのは諦めようです。うまくった。止まるか。めっちゃ硬いんですけど。砂薄かったね。思い出ないか。さあ打ち切れるか。遅いグリーンです。来ています。来ていますが打ち切れない。遅い。重い。さあ相馬選手。ナイスパー。竹内未来選手、入るか。惜しい。さあどん底のシチュエーションからパーセーブになるか。
おー、ナイスアップアンダウン、ナイスセーブ。